京五人さんです。ありがとうございます。お久しぶりでございます、ね、ようやくね今日待ちに待ったものをお届けしました。はい、待ちに待ったものがね、もうね、季節的にはもういやもうそれは関係ないです。季節がどうとかありますけれども、はい、ついに念願かなって、はい、私のシビックが正式に納車されました。ありがとうございます。ナンバー隠れてますが、ちゃんとね、東京のナンバーになっておりまして、いや、ね、この最初にいつですか、あれあれもう夏、夏前です、前です。それで、慎吾君とポジがうちに来て、もう二人ともサウナシビック、汗たくたく、びしょびしょになってな、コジ。はい、これさすがにこの夏快適に乗るにはエアコンを横につけたいですっていう相談をして、そこから本当にこれ詳しく横にのガレオコチャンネル見てほしいんですけど、でも本当に僕は譲るって話した時に、車俺できないから売ったら売りっぱなし、その後も何にもできないよって言ったのに、もうすぐよエアコンつけろと。エアコンつけろと。結局すぐ頼って。俺何もできないよって。車屋じゃないからねって言ったの。いや、しかも俺も無駄な自信があったもんだから、意外と簡単にできるもんだと思って、はい、やり始めたらドツって、結局でもいろんな人が助けてくれて、もうキンキンに冷えるようになったんですよ。はい、ガリオコチャンネルでここまでのいきさつは、動画何度か上げてくれてますので、はい、そちらで見ていただきたいと思いますが、早速、装着済みの、はい、今日はエアコンをお披露目したいと思います。まず、ボンネットからいきます。ね、今回何が一番大変だったかっていうところだけ、はい、まず説明させていただきます。これはね、そこら辺もわからないんですよ。これ、ね、これがもうエンジン。これがエンジン。今のでかいっすもんね。そう。それで、これがエアコンのコンプレッサー。はい。で、この下にあるのが、これ発電機なんですよ。はい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 。発電機。発電機。それで、このシビックっていうのは、もともと12ボルト、35アンペアっていう発電量の発電機がついてるんですけど、エアコンを回すのにあたって、メーカーさんに聞いたら、推奨は90アンペアですよ。全然足りないけど。約3倍電力が足りないと。それで、もうあっちこっちで、もう電装屋さんから有名な発電機のメーカーさん、もうあっちこっち聞いて、もう適合がないと、はい、それをね、僕の YouTube で言ってたら、もうそのエアコンメーカーさんの人が、本来はそんなことやらないんですよ、もう部品とかのエアコンとかの販売だけのメーカーさんですから、もうちょっともう、見てらんないと、本当に。いや、もう名乗り出てくれたんですか。はい、もううちに任せてくださいと。すごい。それで、はい、本当に社長さんってさ、物を売ってお金を、お金かくれるのが仕事かと思ったら、まあ、もうあんまりね、アフターケアとかはだってそら含まれてないですからね、そもそも。めちゃくちゃ車好きでよ、はい、もうほらサービスマニュアル慎吾君に渡したり、はいはいはい、このシビックそのサービスマニュアルを熟読して、もうこのシビックは本当面白いですねと、ホンダのテクノロジーの塊ですよと、すごい。それでもう配線図からもう全部解読して、ね、もう他の車種の 3500cc ぐらいの車の発電機を持ってきて、それをこれに合うように、もう 3D プリンターで 3500cc の車ってめちゃめちゃたっぷり容量がある。そう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 、だからもうこれ300cc か、はい、だから倍以上、そうだからもう電装系なんか超強いんだ、強い、もう電圧はもう強い強い強い、もう全然で、俺はもうさ、これ、はい、最初の時心配だったから電圧計までつけたのよ、はい、もう電圧計見るとずっと14ボルト超えてるから、まあ、普通は12とか12、13ぐらい、ああ、うん、それでもう14がずっと安定してるっていうのはすごい、ね、本当にいいことだ。それでこれもう次世代の発電機がついてるから、はい、もう時代が違うんで、それを入れてくれてるんで、なるほど、電装系に関しては、はい、もうノントラブルでしょ、もう来年の真夏でも全然いいよ、よ、はい、ちょっとじゃあ乗ってみていいですか。いいよいいよ、乗って乗って、エアコンつけていいですか。あ、乗ってください。もうこれなのよ、これなのよ、ホジ、すごい、本当に
外からくっついてる状態なんですね。そうだよ、つるたけ式ってやつ。本当だ。だからもう助手席はだいぶ狭くなっちゃうけど、もうこれで、はい、ちょっとエンジンかけますか。女性乗った時これお股開く感じになりますよ。でちょっとまあスースーはするだろうな。スースーは。スースー、うん、ちょっと横にじゃあ、はい、いいっすか、つけて。はい、今日つけてください。これですよね。そうです。いくよ横に。うわー、強い。そして涼しい。めっちゃ涼しい。今12月だから寒いもう。いやすごい。すごいほら風向も。え、すごっ。めっちゃ寒いよ。いや、すごい、すごいパワーだよ、ここに。でも、まあ、ぶっちゃけ結構これ一人で乗ること多いから、うん、もう助手席からこうやってやってくれれば、そうそうそう、もうこれ、まあ、すっげえ快適。え、すごい。これはすごい。いや、これ夏余裕っすね。あ、でも、はい、これ、はい、後ろ、はい、意外と広いね。それで、席も、いやいや、ここに、いや、いい、懐かしい、なんか昔、はい、家族で乗った時、後ろ、マジでこんなんでしたもん。はい、確かに。だけど、意外と後ろもリクライニングしてるんで。でも、このクッション性もあるからね。そう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 。別に、最悪これだっても悪くない。悪くない。全然、これで長野行こうって言ったら、俺行けっから。マジでこれで来年、海行きましょう。行こう。ちょっと一周、うん、一周いいっすか、うん、で途中であのエアコンの点火式するんで、あ、出発します。はい、どうぞ。やっぱ走りはマジで難しい。ほんと見て、ここも超広いんすよ、屋根も。頭つかないから。あ、ほんとだ、うん、あの巨人横にでも頭が巨人ってなんだよ、つかない。いや、ほんといい、これマジで。いや、すごいいい、ほんとに。やっぱね、ホンダが考えたね、ファミリーカーですから。バカ売れだったからね、やっぱりシビックっていうのは。でもこれの、あ、横に俺これのね、うん、これでカタログ当時物のやつを人にもらって、うん、そしたらすげえこれカラー展開結構いっぱいあったんですね。そう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 、黄色、うん、青、オレンジ、緑、オレンジ、そう、白、ね、で1300と1500ってのがあったんですよ。そうなんですよ。で5ドアもあったんですね。そうです、あのカントリーっていうね、はい、あのワゴンもあったんですよね。シビックカントリー、横に木目が貼ってあってさ、すげえ良かったっすよ、うん。まあ、ていうか、いい、久々のこの走りもめっちゃいいっすよ。いいよね。ちょっとじゃあ、うん、ちょっと言うても今日12月だけど、うん、いや、日差しは強いよ。ちょっと暑いから、うん、意外と。個人、はい、ちょっとつけてくれる。あ、後ろまで来るよ。めっちゃ涼しい。寒いよ。むしろ寒い。ほんと寒いよ。やった、シビックが寒いぜ。横にありがたい。横にさん、マジでありがたい。いや、ほんと。いや、後ろまでキンキンの来ますよ。いや、すごいっすわ、これ。いや、ほんとね、これ、みんなの協力あって。クルーズさん、本当にありがとうございます。クルーズさんのホームページ見たら、はい、もう自信にね、溢れてるんですよ。だから俺、クルーズさんを買ったのよ。いや、こんだけ自信に満ち溢れたホームページ作ってる人が、はい、聞かねえ売るわけねえと思ったの。なるほど、うん、いや、もうこれは車外エアコンつけるならクルーズですね。そうです。てかマジ強いんだけど。いや、もう強いよ。寒い、風、もうまた冷えてます。やばっ。もう助手席すごいわ。はい、いや、もうこれはドライブデート無理ですよ。もうキンキンです。いやいや、逆にいいと思いますよ。女の子スースーしてる。でもシビックはさ、乗ってもいいからね、ほんとね。いや、俺乗ってほしいだよ。前ね、ちょっとだけ一時的に乗車してもらったけど、結構もう毎日乗ってましたからね。だけどさ、ほんとこれからさ、あの春先にかけてさ、はい、いいシーズンだからさ、車ほら寒いじゃん、あの単車は。そうっすね、うん、だから車でこのさ、ミッションを運転するって楽しみ。超楽しい。うん、だってあと、暖房は普通にね、そうそう、効くから、この車の暖房があるから、うん、最高だな。いやー、これいい。後ろの広さは俺のチェイサーと変わんないよ。え、マジっすか。本当に。てか、チェイサーとシビックで一回走り来たよ。あ、行こう行こう行こう、はい、うん、どうよ、コジ。すごいっすね、うん、あ、ちょっと待って、横にね、しっぽい軽走ってる。あ、本当だ、ミニカ弾丸だ、はい、これすげえ。お前の前、うわ、あれも結構古いっすよね。ミニカ
や後ろには入ってないけど、うわ渋っ、やっぱ昔の車って赤なんだな、激渋じゃんあの車、うん、かわいい、かわいい、あれちょっと止まんねえからどっかで、あれなんでさ、はい、昔のさ、はい、車ってめっちゃチープだのにさ、はい、今見るとさ可愛かったり思えるんだろうね、そう、しかもなんか駐車同士すれ違うかは、うん、そうそう、なぜかこうやってパッて手当たりする、やるやるやる、あれたまんないっす、たまんないよ本当に、あ、君も乗ってるねみたいなね、え、あの K 可愛いな、あれどんな人乗ってんだろう、おじいさんだよこれはもうガチの投資もの、いやあれガチだってナンバーも2桁ナンバーだから、本当だ、はい、あれガチの投資もですよ、おじいさんだ、はい、若い人がなんかあれで乗ってんのかなと思うんですよ、いやもうおじいさんですよ、サイクロンって書いてますよ、うわあれ懐かしい、あれいとこ乗ってたんじゃねえかな、いやあれ俺多分三菱とミニカじゃねえと思うんだよな、さ追跡して信号でさ、ね、コンコンってやったのよ、そしたらいきなり助手席に乗ってるおばさんが売らないわよっていきなり言われてやっぱ言われるんだ、あ、言われるっすかっつったら、もう何人にも言われるわよ、あ、ほら MMC って書いてるから、はい、あれミニカですよ、あ、三菱だ、そう三菱ミニカ、え、超かわいい、てかこの2台並んでんの今かわいいな、結構かわいいと思う、でも下手したらこっちの方が新しいよ全然、あっちは古い、あ、向こうは新しい、あっちの方が、うん、これは超古いよ、ちょっと本当に離婚してんじゃんじゃちょうどこっちのインターンした、あ、おじいさんだ、おじいさんだ、おじいさんだ、かっこいいな、なんか、もう古い車ってさもう見ても飽きないよね、飽きないっすね、あのデザインそうすごいよ、これシンプルすぎるよね、いやこれはいいわ、でも一応あるけど綺麗、そして車内が涼しい、ね、本当寒いよ、ここに本当寒いっすよ、ね、これ夏ギンギンだよ本当に、はい、さっきから最高最高って言ってるけどさ、はい、全然気づいてないでしょ、え、また出た、マジまた意地悪クイズだ、いや俺もう前回慎吾君が、え、シミ取りしました、最近シミ増えてんだよ、あと脱毛してここのヒゲ薄くなりましたね、いやいやいや、それはだいぶ前の話だな、はい、いや本当慎吾君さ、この車ね買った時、いやこれホイールがちっちゃくて可愛いって何回も言ってたのよ、はい、それなのにね、ガラッと変わったの何も思ってないでしょ、ホイール、うわ本当だ、え、めっちゃ綺麗なやつになってる、そしてあのあれでしたもんね、昔の、そうそう、いやあれがね、え、でもあれはあれでよかったっすね、なんで取り外したの、取り外したかというと、はい、あれ真夏だったじゃん、はいはい、スタンドレスタイヤがついてたの、ああれそうなんだ、そう、うん、だからもう真夏にスタンドレスはダメだから、はい、とりあえず取り外して、はい、俺のは俺の昔の軽自動車につけてたホイールが余ってたから、はい、それをつけた、それ入ったんすね、だから軽自動車のホイールがこんなでかいんですよ、でもなんか違和感ないっすね、そうだからこれ昔のさ、当時のっぽいホイール、あのね、これあのヴィンテージタイプの軽自動車で、ほら今さ新しいのをすごく見せるのが流行ってるでしょ、はいはい、これでヴィンテージタイプのホイールなんだ、そうなんだ、だからミニクーパーとか昔の RS 渡辺とか、はい、そこら辺をイメージして多分作ってるホイールなんだ、タイヤもちょっとシンプルシンプルしてくれたんですか、だからとりあえず、まあ、あのほら慎吾君がさ、はい、あのホイール気に入ってたから、いやあれは結構正直そう気に入ってたから好きでした、ね、一時的にまっつけて、はい、あのホイールを交換するときに返してもらえばいいなと思ったんだけど、はいはい、全然慎吾君が言わないからあれと思った、いやいやちょっとすみません試すクイズやめてくださいよ、いやいやもう中に夢中だったから今日は、そうねそうね今日はね、のいやでも本当に、ね、ホイールもね、はい、あの変えたから、はい、あの走りもクイックですよ、いやすっごい良かったです、うん、走りもいいし、うん、ね、エアコンも完璧だし、横にありがとうございます、いやいやこちらこそ本当にねお役に立てて嬉しいですよ、僕も勉強になりましたから、はい、じゃあ、はい、支払いは5回でダメんじゃねえ、はい、何ですかマジで、え、本当分かってるでしょ、はい、あ、それじゃあ納得が、あ、いやいやマジで、おい、マジで、あ
いやもうきついこれは、あのこれでも逆に多分こういうのも参考にしたい人いるから、あでも値段を言わない方がいいか、言わない方がいいか、でもまあ言ってもそれ、まあもちろん横兄がね、あのこれを元の人から下取りしてくれた金額にプラス、まあこの修繕費なんだけど、ものすごい本当リーズナブルに上げてくれたので、そりゃ最初にだってさ、横にこれいくらなんですかって言うから、はい、俺は仕入れ金額を聞いてんのかと思って仕入れ言っちゃってっから、いやでもだから、それでバイクは言えないよ。でも仕入れにもちろんだから横にの、そうだから利益分も乗せてくださいよって言った上で、それでもめちゃめちゃ本当にこれがあの値段で買えるなら、もうでも超お買い得、もうでも車は今やばいぐらい上がっちゃってっから、ね、あれ本当多分高いと思う、やばいと思うよ。カーネットとかでカーセンサーとか探してもこれヒットしてこないから、ね、ないのよ。エアコンメーカー の、 このクルーズさんも、はいはい、いや今回おかげさまでめちゃくちゃ勉強になりましたって言ってたんだけど、でもこの車を今までそういう人も旧車大好きなのよ、はいはい、一回も見たことないから、次生かすことはないと思いますが、なるほど、そういやクルーズさんありがとうございました。ということで、はい、これからも乗り倒しますんで、いや本当本当よろしくお願いします、うん、横にありがとうございました。いえいえこちらこそありがとうございました。これ今おまけなんですけども、コジが納車祝いにこれを持ってきてくれました、はい、ありがとうございます。これ何か分かりますか皆さん、エアロスミスグレイテストヒッツって書いてあるんですけど、なんとカセットテープです、はい、よくこんなあったね。ちょっと待って、カセットテープ集めてるんで、すごいテンション上がるんだけど、はい、これあの赤の車の赤いんで、あシビックに合わせてくれた、しかもこれついてるから、これそうですよ、ね、ちょっと待って横にこれカーステって生きてるんですかね。そういえば今まで一回も試したことなかったけど、試したことない、ちょっとやってみようか、これどっちがいい、どっちかな、いくよ、えこれで再生死んでんのかこれ横に次の動画決まりましたね、これちょっと待って、これ出てこなかった、わかったわかった、それ次はこれね、これ次はあのカセットテープで曲が聴きたいんじゃん、わかりました、わかりました、やりましょう、はい、はい、決まりました、これちょっと待って、うん、出てくるよ、あ、でも出てきた、出るは出る、出るは出る、でもね、ハミセイとさ、カッキーとさ、もうさ、つながってね、あ、入った入った、うわかっけ、この音、音は流れてない、ちょ、この音質聞いてほしいわ、行くよ一瞬ね、はい、うわかっけえ、めっちゃかっマジで、え音めっちゃ良くないですか、超かっけえですけど、ジュークボックスかっこよ、うん、それまたエアロスミスってのいいじゃんこれ、うわすごい、俺の計算壊れてるから、ね、マジっすか、聞けたよ、これここ置いといたらエモくないですか、うーわ最高、ありがとうコジ、はい、いや生きてましたね、よかったね、すげえちょんと奥まで入った、ね、面白い、すごい、ウェイクアップリーズ、12月31日、レディオフィッシュが大阪に帰ってくる。チケットは絶賛発売中。詳細は概要欄のリンクから。ようこそ、フィレッジへ。